どっか抜いてますよ。もうこっちから入れここで続いて案内にいよいよ名人の歴史に絡まれて駅をしっかりと進まれてまいります。神奈川県の案内は初めに東神社の宮司さんと天王寺の宮司さんによる神奈川県の案内は初めにしてお披露目へと進んでまいります。骨が折れたみたい。
水の上や中で暮らしていくのを見せる。
現在は初日300人が、いよいよこの後、友人の池入りに備えまして、英気をしっかりと蓄えているところです。この後、中末、お清めと進みまして、その後、板倉雷電神社の雷電沼の御神水が神田市内でに注がれます。現在は300人の担ぎ手がしっかりと英気を備えているところです。407からね。ここで本部よりご来場のお客様にご連絡いたします。近隣の店舗へのご駐車は固くお断りしています。近隣の店舗への駐車固くお断りしています。デルク本社ほか協力駐車場は本部でご案内をしております。どうぞ皆様、近隣の店舗への車の駐車はご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。みんな前向いてね。いつも買い物されないのに、ね、いやもうすごいですよ。もうやっぱゲット。前は車で来ました。先週は和歌山で。お祭りの大体ここにいて、こういう草むらに、あーみたいな感じで、ちょっと火を人間が見つからないように、口の中に隠れたりするんですよ。大体隠れてる。
神田市街地に行われます。
そうそうそう。迷いますもんね、こうどこがええか。人物、昔は一緒だからね。さっきの夢やったんだ。あ、やったんだ。やったよ、俺ちょっと会社の方が何のカクテルか分かんないよ。大丈夫、流れが。あ、ごめん。ね、夢はね、この気温だから意識なんですよね。税関が降りてきてる。なるほど。中国製品を取ったんです。税関が降りてきてる。国が降りてきてる。自分の自分が降りてきてる。ダーッと鏡に見えてきてる。そう、降りてきてるんですよ。降りてきてる。まだまだ切磋琢磨したんだ。そこまで見えたもんね。いやー、そうなんですよ。圧倒されてます。それなんかもうお父さんもベテラン中のベテラン、ね、嫌なんですよ。何も分かんない。俺なんか後期高齢だから4年後運転できるか分かんない。無理してきた。若いな。かっこいいですね。無理できるやつ。なるほど。マジで、今どこだったら、ここまでが頭の動き。へへへへ。ついてるの、ついてるの。へぇいいよ、ちょっと待って。
ったら負けねえんだもん。負けない中ダメージで終わりちゃったんですか。多分時間
ってみよう。で、もう一回でやばい。あ、こっちマジでやばい。最後は、ずっと落ちたよ。あ、こっちは少ないって。辛そうにしてるっていうのが分かるわ。16歳以上かな。
じゃあもう、葬式者には一応行こうかですけど、4人も自分はちょっと参加させていただきました。なんか基本的には通用しないしもあれなんですけど、なんか人がええって言うから市の公募で、自分も坂戸なんですよ。ああ、自分坂戸なんですよ。柳町なんですよ。ああ、スパーいやめっちゃ近いじゃないですか。だから来年この人の市の4年頃まあ、担ぎ電車を最高からずっと行くし、4年後はちょっと考えてみますよ。マラソンやってるんで、なんか体力が違うし、なんとかなるこの友人様ってどのくらい多いんですか。まあみんなで持ってるかもしれないですけど、あ、今みたいにあれがわらの割りとかやってないですか。そういうの持ってたんですか。あ、違う違う違う¡Gracias!
Thank you.
ってみたまん。